ボブです。オーバランチャンネルへようこそ。飯塚選手だと坂道ダッシュをします。今日はただのトレーニング動画をお届けします。いやー、厳しいね、この坂。坂道ダッシュする坂じゃないですよ、これ。そう。お願いします。よしよしよかった。いけっすよ。いこの坂とんでもねえ。お、よしよしよしか、いきます。よいこ。はい、はい、多いやつ。そうそうそう。もうちょっとさっきやってるから。だったらやろうというか、やろうという。かわいいっすね。よし、行きましょう。よし、行きましょう。よし、お願いします。よし、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 よあ、筋取れそう。足が取れそう。やばい、これ足が上がんない。綺麗、きつい。やばいね、これは。ケツが割れそうっす。吐きそう。マジで。これあともう1セット。ちょっと距離短くして、距離短くして、スタートダッシュ中心にしましょう。邪魔にならない程度に。ついていきます。いや、混ざってたきつい練習はみんなでやった方がいいんで。いや、間違いない。頑張りましょう。ありがとうございます。お願いします。ポジティブだな。ポジティブ。ポジティブ。ポジティブ。COVID はネガティブ。はい。気持ちはポジティブ。ポジティブです。最高です。地球感じてます。なんかこのまま天国まで走り抜けるような、こんな道がすごい、すごいや、これは。吐きそう。移動で、移動で。これやっぱ1本目行かせるってことがどれだけ重要かと思う。1本目33で走って入って、100が10秒くらい。コーチ優しくさ。一緒にスタートライン渡ってください。お疲れです。いやいやいや、終了。いやー、今出し切った。いやー、はい、出した。本当にいや、お疲れでした。
疲れました。初ハワイ最高。出し切りました。結局は何本やりましたか、俺。あ、14。5、3、1、4、9、14。質もちょっと高めてね、最後は。いやー、良かったです。いやー、後ろについていき。もうね、どんどん差が離れていく一方で、もう後ろを追いかけながら、なんとかビデオ見て、もう後ろの追い込みが良かったですよ。内臓やばいっすね。これ、あれだね、ほんと吐きそうになるね。きそう、もう頭クラクラ今。吐きましたさっき、ちょっとしっかり本数追い込めてる。しかもこれ、ここへっと見て帰ってくるとちょっとまた元気出る。確かにあそこ行ったなって感じで、普通の道よりは絶対頑張れる。大自然で練習はいいっすね。大自然で練習、力もある。大学研ぎ澄まされるんじゃない感じ、こう感覚がすごいきますよね。しかもデコボコしてるのもうまくバランス取ってるんですよね。すごい大事だね、バランス大事っす。怪我の防止予防にもなるし、荒さが出る。砂浜もあったし、そうか、砂浜もいたし、ね、スラクチャーもやってますからね。そうですね、水入ってね、タータンだけじゃなくて、タータン走ったら走りやすいっすね。なんでもフラットで綺麗なグラウンドがいいってもんじゃないです。こういうとこでプラスを探すのは大事です。さすが当たり前じゃないですね、この当たり前。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。ありがとうございました。ありがとうございました。